化粧ご支援会いつも何を化粧で使ってるかを私たちに教えんかい。いや、興味あんの？ないけど。やる？俺はいいわ。教えてあおうか。いい、何使ってるか知りたい人いるやろ。そうかな。教えんかい。はい、これ下地。これはポール&ジョーのモイスチャーライジングファンデーションプライマー化粧下地。めっちゃ人気のやつ。でも今下地塗ってる状態やから、下地邪魔じゃない。日焼け止め塗った状態、今は。夏やからね。うん、冬でも塗ってんで。下地は絶対いるってこと。そうやな。ピン何それ。いいやろこれ。あとがいくらいいやつ。100均。それは高いやつな。これいくら。3800円ぐらいじゃ。4000円ぐらいかな。高っ。でもな、ちょっとだけでめっちゃ伸びるし、うん、持ちはいいと思う。これはなんか保湿されるやつやし。ほんでこれ、イヴ・サンローランのコンシーラー。なんかこうカチって押して塗るタイプ。え、どちらかといったらファンデーション塗るんちゃう。ファンデな。なんかここにニキビが。一回ニキビできたし、肉ピッカピカしとこう。もうなくなってきたな、そういえば。で、ちょっとこれで馴染ませる。はい、パウダーファンデーション。これもポール&ジョー、さっきのやつと一緒。はい、この筆でさささっと塗っていきます。なんていうの、筆っていうの。コンシーラー。ファンデーション。これはこれはなんか UV… ファンデーションなんか塗るの。え、塗らへん。なんかこう粉の代わり。これ UV カットしてくれるから、夏場だけ焼けるから。そうそうそう。で、これはなんかこのポール&ジョーのお姉さんにおすすめされた。色物も可愛い。これは5000円ぐらいかな。でも次これなくなったら中のやつだけ変えたらいいから。そうそう。けどこれで結構顔のトーン上がる。肌の色わかる。確かに5歳は若返ってるわ。え、そんな受けてた。ほんで3のハイライトの明るい方で、ちょっとまぶたの下地代わりにいつも使ってる。アイシャドウをなんかノリが良くするみたいなと思って使ってるけど、これはほんまはこの鼻のラインとか。今んとこ全部みんな普通に使うような。この下地とか結構みんな使ってる人多いかも。暗い方はこれだけでもチークになったりシャドウ代わりにもなる。目が大きくなると。いや、何の効果。何の効果とかはないよ。色、発色の問題。はい、これで眉毛描いていきます。ケイトのアイブロウのペンシルで、ちょっと足していく眉毛を。眉尻をちょっと付け足してから、これほんまは多分シャドウとして使うやつなんやけど、これを私は眉毛のパウダーとして使ってる。眉毛の隙間を埋めるみたいな。それ絵のアイシャドウを眉毛に使うの。え、うん、あると思うで。今まではなんかさっきのケイトの3色連なってるやつでやっててんけど、いつも同じ色使うから、同じ色だけボコって取れて使わへん色が残って、また新しいの買っててなんかもったいないから、どうせ1色しか使わへんやったら似たようなやつでやった方がいいなと思って、 Mac でこれを見つけて買った。これ2年目ぐらいちゃう。ニキビ最悪やな、これ邪魔やな。眉毛完成で、次はシャドウを塗っていきます。これエクセルのシャドウで、右上の明るいオレンジ、これをなんとここに入れます。あー、それは知ってたわ。てか最近これにハマってるだけ。ここに書くやつを誰かがやってたやつを真似させてもらってるんか。じゃあ今まではなんかゴールドっぽいやつやってたけど、ちょっと夏やしオレンジにした。てかけどこの涙袋のとこにこんな感じ。次がこれも MAC のシャドウ。これを二重幅に塗っていく。もうこれは多分3代目ぐらい。めっちゃ汚いっていうのをアピールする。穴開いてる。これ何年か前になんか買ったけど、あったわと思って忘れてた。この二重幅にちょっと上はぼかす。なんか濃くなりそう、化粧。いつもより。うん、どう。目が大きなって上が茶色になった。この茶色を二重幅に入れて、今がバッチリ見えへん。あ、そういうことね。で、なんかここだけに入れたら、うん、変やし、ここと多分もっとちゃんとしてはる人はすごいグラデーションしてると思うけど、私もめんどくさいし。ほんまやったら多分この4色とか全部使って、とりあえずなんかめんどくさがりやから雰囲気でやってますね。ほんでビューラー。ビューラーはまつげを曲げるやつ。上げるやつ。100均です。違います。ちゃんと資生堂のやつです。とりあえず根元からグイッと持ち上がるように。ちょっともう松江くんは卒業したので、目描く癖があるから抜いちゃうっていうか抜けちゃう。下まつげはやりません。なんかな、どうやって読めたっけ。私もあんまりちゃんと言ったことないけど、これ反対向けて。痛くはない。てか下まつげなんか短すぎて無理やろ。私短い。俺なんかめちゃくちゃ短いから。
マスカラはメイベリンのハイパークールですね。ハイパーギャルや、間違えた、ハイパーカールや、色ギャルや、まんべんなく塗って、うん、ダマになりにくいから結構いい。塗ってから、うん、この蓋に付属されてるこのなんかこのスティックみたいなやつで1、2、3、4、5なんか押さえたらまつげ上がるらしい。え、わかる？あ、ちょっと上がってるわ、こっち。ちょっと塗ってすぐぐらいに、そしたらなんかカールが持続するって書いてあった。鬼入っていくやん、完全に上がってる、うん、もうカーラーいらんやん、ビューラーな。いや、ビューラーなかったら持ち上がらへんよ。ビューラーして持ち上げちゃう。普通はなんかビューラー塗ったらなんか重くて下がってくんねんけど、ほらだいぶやろ。チーク、マック率高め。マック3つ目ちゃうか。これマックのチーク、ピンクでもなくオレンジでもなくベージュっぽいピンクみたいな絶妙な色、超かわいい。なかなか売ってなかったと。そんなことはないねんけど、この色っていうのを求めてた。あんまピンクすぎてもアホみたいな顔になるから。誰、例えばバカ殿の、バカ殿の顔色がバカやん。なんか多分詳しい人はちゃんとなんか塗るとことか気にしてはんのやろうけど、私はよくわからない。独学ですか全部。ええ、あ、ちょっと明るくなるから立体が立体っぽくなるやろ。立体っぽく、凹凸がなかったらなんか平べったい顔やん。メリハリがないやん。メッシのドリブルか。で、上が乾いた頃に、これマックのマスカラ、これは 2way やねん。こっちで出したら止めやしけど、上の方のこれ今売ってんのかな、わからへん。ピンクの方出したらほらちょっと細いのが出てくるね。それもマック、これマックの良さ、シャドウは発色がめちゃめちゃいいと思う、私は思ってるけど。リップもめっちゃ種類あるし、いや一番じゃないと思うけど好みの。うん、けどなんかマックってギャルっぽいイメージやな。あ、若めのと思う。でも二十歳ぐらいから使ってるかもしれん、マックは。でもそれで言ったら逆にもう昔からマック使ってるから他に行けへんみたいな。これでマック使ってみていいって思ってるから、他をなんかなかなか試せへんというか。変えたいなと思う、持ってるってこと。たまには下まつげ塗れた。じゃあ最後リップ塗っておしまいです。どんなリップですか。聞きます、マックの。マックマック信者。これは下地リップ、口紅塗る前になんか縦じわがなくなるって言ってた。保湿してプリッとさせる。で、これもマックの最終工程のマックのリップ。そうですね、長年探し当てたやつですか。うん、これなんかな、甘いね。味たまたまなんか甘いね、たまたま。でもこれめちゃめちゃ濃い色やから、もうちょんちょんちょんって塗っていく。ちょん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 って塗ってから口で、うんうんうん、ビーって塗ったらルージュラみたいななる。それだけでもだいぶ発色する。塗ってもいいと思うけど、ね、色は変わったんですかね。変わりました、茶色オレンジ、若干マットっぽい。完成です。だいたいこんな感じで、いつも2、30分ぐらいかけて、早かったら10分、15分ぐらいで。さあ、いつもよりちゃんとフルでやったから、フルでやったらこんな感じ。どうせこれもマスクで撮れるしな。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。